ミリーサポート事業とは、区内で育児の手助けができる協力会員と、育児の手助けを必要とする利用会員を結び、会員同士により子育て家庭を支援する事業です。協力会員はこの事業に熱意を有する20歳以上の心身ともに健康な方で、ファミリーサポートセンター事務局が実施する協力会員登録養成講座を修了して3年以内の方です。養成講座は3日間、計12時間の講座で年5回開催しています。一部を後日別日程で受講することも可能です。一方、利用会員とは、生後57日から小学3年生までの児童をお持ちで、この事業に理解のある方です。毎月開催している利用会員説明会に参加し、登録用紙の提出が必要となります。利用方法はまず、利用会員がセンター事務局に活動申し込みをします。事務局は協力会員に活動紹介をし、利用会員に協力会員を紹介します。協力会員は育児サービスを提供し、それに基づき利用会員が協力会員に謝礼金を支払います。育児サービスの内容は、保育園、幼稚園などの送迎、保育園、幼稚園などの登園前・降園後の一時預かり、学校への送迎や放課後、学童保育終了後の一時預かり、保護者の出産・通院時などの送迎や一時預かり、家族の看護、保育施設や学校行事の際の一時預かり、その他やむを得ない事情による一時預かりです。お子さんを預かる場所は協力会員宅です。利用時間は午前7時から午後10時まで。ただし、生後57日から4ヶ月未満のお子さんの場合は、最大3時間までとなります。謝礼金は、子ども1人1活動1時間あたり、月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時までが800円。その他の時間は1000円。土曜日、日曜日、祝日、および年末年始の午前7時から午後10時までは1000円です。1日に朝と夕方など2回活動を行った場合は、それぞれ1回の活動とみなします。兄弟を同時に預けた場合は、2人目のお子さんの謝礼金は半額となります。お問い合わせは、江東区社会福祉協議会内福祉サービス課ファミリーサポートセンター事務局、電話 03-5683-1573、 ファクス 03-3647-5833 まで。ファミリーサポート事業は、地域住民のボランティアである協力会員が地域での子育てをお手伝いする事業です。利用会員、協力会員ともに、この趣旨を十分に理解した上でご利用ください。